屋か。ちょっとひなちゃん待ってよ、一人で行動したら危ないって。え、なんか扉が閉まっちゃったよ。サドちゃん、イブちゃん、マヤちゃん、そっちは大丈夫？すみません、こっちは問題ありません。急いで二人を追いかけたんですが、アヤさんが部屋に入った途端急に扉が閉まってしまいました。ねえひなちゃん、どうしよう、みんなと離れ離れになっちゃったよ。本格的になってきたね。多分最初からそうするつもりだったんだよ。え？私もひなちゃんの言う通りだと思うわ。私たちを分断してそれぞれのチームでゴールを目指す、これも番組を盛り上げるための演出の一つでしょうね。こうなったら虎穴に入らずば虎視を得ずです。それぞれ金の着光ランタンを集めて必ず合流しましょう。そうだね、こっちにはひなちゃんがいてくれるから大丈夫だと思う。あ、もちろん私も頑張るけど。あやさん、ひなさん、ご分運を。とにかく一刻も早くこの部屋の謎を解いてみんなと合流しないとだよね。けどこの部屋ってなんかいかにもな雰囲気だよね。書斎っていうイメージなのかな。あ、壁にたくさん肖像画が飾ってあるよ。あれがベートーベンでしょ。その隣がバッハで、あっちがモーツァルト、ショパン、リスト、なんか音楽家の肖像画ばっかりだね。え、ひなちゃんってもしかして全員わかるの？わかるよ、音楽室とかにも貼ってあるし。私はベートーベンとバッハくらいはわかるけど、他の人はちょっと微妙かな。ねえひなちゃん、あそこ見て、あの一枚だけ真っ白だよ。あ、ほんとだ、多分あれがこの部屋の問題じゃない。行ってみよう。あ、見て、額縁の隙間にカードが入ってるよ。おお、あやちゃんすごいじゃん、お手柄だよ。あやちゃん、問題が書かれたカードを見つけるのは早いよね。他はまああれだけど。否定できない。とりあえず読んでみるね。我が肖像画を壁に掲げよ、さすれば道は開かれん、だって。我が肖像画か、その我がってところがこの問題の肝って感じだね。え、どういうこと？私はまだ全然わかってないんだけど。肖像画を掲げよでしょ？ってことは誰かの肖像画を描けばいいってことじゃん。じゃんって、ひなちゃんすごすぎるよ。でもそっか、なるほど。そしたら誰を描けばいいか分かればいいんだよね。多分この感じだと音楽家なのは間違いないから、肖像画になるような偉大な音楽家ってことは。あ、お姉ちゃんとか。さやちゃん、それはさすがにないんじゃないかな。冗談だってば。多分ヒントはこの部屋のどっかにあるんじゃない。っていうことは、ほら、あやちゃんの出番だよ。あやちゃん探すのは得意じゃん。ひなちゃん、その言い方はちょっと複雑。どう、あやちゃん、何かは見つかった？まだ何も。見つかったのはこのホテルの見取り図ぐらいで。え、見取り図？見取り図が見つかったの？え、なんで？ただの見取り図だよ。ハロウィンっぽい部屋の名前が書いてあるだけだけど。一応こんな感じだけど。私たちが一番初めにいた部屋がこの大広間でしょ。で、
この部屋を抜けて今ここに来てるから、この部屋の名前は多分これだよね。ジャックオーランタンの書斎。ほら、やっぱり重要な手がかりだったじゃん。この部屋の主がジャックオーランタンっていう設定なんだよ。つまりさっきのカードの我が肖像画っていうのはジャックオーランタンってこと？絶対そうだよ。よし、あたし書いてみる。うん、お願い。よし、完成っと。あとはこれを額縁に入れて。あ、額縁が裏返って中から金のジャックオーランタンが出てきたよ。やったー、これで2つ目ゲットだね。すごくない？私たちここまで順調にクリアできてるって感じだよね。あやちゃんがもう少し早くホテルの見取り図のことを教えてくれたらもうちょっと早くクリアできたけどね。ひなちゃん、それは言わないで。それじゃ先に進もう。千里ちゃんたちは今頃どんな感じかね。千里ちゃん、イブちゃん、まやちゃん大丈夫かな。